ちは、ハーナです。それではとうとう最後のお話になりました。今回の手ぬぐい展、幸せの恵み展、テーマは母でした。その最後のお話がこのテントウムシ母さんの憂鬱というお話です。こちらのねお話、手ぬぐい作家さんの林恵子さんが書かれました。またあのお話をね終わってからでもこのテントウムシ母さんについての私の思いや、あと手ぬぐい作家さん、中村幸男さん、そして林恵子さんのお礼など、そして今ここで見てくださってる皆さんにちゃんとご挨拶お礼をしたいなと思って、ここに大和さんも来てくれたので一緒にお話しさせていただきたいと思います。ではですね、まず最初にテントウムシ母さんのね憂鬱お話ししますね。あ、私今これ本っていうか手帳なんですが、持っているのはなぜかというと、まだあの私の中でこのお話を咀嚼って自分で言うんですけど、きちっとこう咀嚼して食べて飲み込んでいない状態なんですね。お話はもうもちろん入っているんですが、だけどもお話をきちっとこう覚えて咀嚼するまでに私なんと2ヶ月かかってしまう人なので、今まだやっと飲み込んだので、これを話してしまう不安がどこかにあるよりは、ちゃんと皆さんにきちっとした形でお伝えしたいので、朗読ということをさせていただきます。では大和さんもそこで聞いてくれるそうなので、テントウムシ母さんの憂鬱、どうしましょう。一匹のテントウムシがため息をつきました。この春初めて卵を産んだお母さんテントウムシです。ここに卵を産んでよかったかしら。テントウムシ母さんは卵の周りをそわそわ行ったり来たりしてはため息をつきます。卵から出てきた子供たちが食べ物に困らないように、アブラムシがたくさんいるバラの枝を選んだのです。でも産んでから1週間経ってもまだ子供たちは出てきません。腐っちゃったのかも。テントウムシ母さんは憂鬱になりました。憂鬱というのは心配や不安で気持ちがどんよりと曇ることです。鳥たちから見えないように葉の裏に産んだのだけれど、表の方が日当たりよくてよかったかしら。どうせ私は苦くて鳥には食べられないんだもの。テントウムシ母さんは心配で食欲がなくなり、いつもは50匹食べるアブラムシを40匹しか食べられませんでした。雨が降りました。雨粒が当たるたびに揺れるバラの葉の裏で、テントウムシ母さんはほーっとため息をつきました。やっぱり葉の裏に産んでよかったのよ。雨に濡れないもの。卵をじっと見ながら、明日は晴れるといいのだけれど、テントウムシ母さんはつぶやきました。卵は黄色から茶色になっていきました。どうしましょう。あくる朝、テントウムシ母さんは
悲鳴を上げました。わらわらと卵から出てきた20匹の子供たち、なぜかテントウムシ母さんと似ても似つかない色と形だったのです。私のようにお日様みたいなピカピカの丸い赤い羽がないわ、七つの黒い星もないわ。黒くて細長い体に少し黄色い模様、トゲまでついてピカピカでも丸くもありません。本当に私の子供なのかしら。テントウムシ母さんは憂鬱になりました。ところが出てきた20匹の子供たちはアブラムシを見つけるとすぐにわしゃわしゃ食べ始めました。全然私に似ていないけれど、好きな食べ物は一緒なのよね。子供たちは何も言わずわしゃわしゃ食べ続けます。その様子を見ていたらテントウムシ母さんもお腹が空いてきて、一緒にわしゃわしゃと食べました。そうしているとお腹も心も満たされました。でもすぐにテントウムシ母さんは憂鬱になりました。こんなにいっぱい食べていたらこの枝のアブラムシはいなくなってしまうわ。そうしたらこの子たち痩せて死んでしまうかも。心配でアブラムシが喉を通りません。テントウムシ母さんは引っ越しを決意しました。隣の枝にはあんなにアブラムシがたくさんいるんですもの。子供たちが迷子にならないように注意しながら少し高い枝の大きな葉に引っ越しました。葉と葉の間にはバラのつぼみが少し顔をのぞかせています。新しい葉の上で子供たちはわしゃ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 食べ続け、7日の間に4回皮を脱ぎ、少しずつ大きくなっていきました。大きくなるたびに食べる量も増えました。アブラムシがいなくなるとテントウムシ母さんはまた子供たちを連れて少し高い隣の葉に引っ越しました。たくさん食べる子供たちを見ているとピカピカの赤色で丸いお日様のような私には似ていなくても元気に大きく育てばいいわと思うのでした。そんなふうに思っていたのにテントウムシ母さんはまた憂鬱になりました。子供たちが葉の下でじっと動かなくなってしまったのです。どうしましょう。昨日まであんなに元気いっぱい食べていたのにどうしたのかしら。テントウムシ母さんは動かなくなってしまった子供たちの周りをおろおろと動き回りました。心配で心配で目の前のアブラムシを捕まえることもできませんでした。そこにおじいさんのテントウムシが飛んできました。テントウムシ母さんは慌てて聞きました。私の子供たちが動かなくなってしまったの。ああ、それはさなぎになったんだよ。もうじき
そこから出てくるさ。さなぎ？出てきたらまたいっぱい食べるのかしら。ああ、いっぱい食べるだろうよ。そっか。そうなるとわしの食べる分はなさそうだな。他を探すか。テントウムシじいさんはすぐに飛んで行ってしまいました。テントウムシ母さんはテントウムシじいさんの言葉を信じてじっと待ちました。きっと出てくるわ。それならば子供たちがさなぎから出てきた時のためにアブラムシを残しておかなくてはいけません。テントウムシ母さんは大きなアブラムシを一日に一匹だけ食べて待ち続けました。ある朝さなぎが少し割れて、どうしましょう。さなぎから出てきた子供たちを見てテントウムシ母さんは憂鬱になりました。もう憂鬱ではなく絶望です。テントウムシ母さんと同じ丸い羽はあるけれどピカピカに光る赤ではなかったのです。薄い黄色の羽、黒い星もありません。テントウムシ母さんはもう動く元気もなくなり、子供たちを見ていることしかできません。そしてさなぎから出てきた子供たちもじっと動かないのです。もう少し待っててごらん。声のする方を見上げるとお日様でした。お日様、なぜこの子たちはお日様のようにピカピカ光る赤い羽ではないの？これからだよ。何事もゆっくりだよ。心配しないで見ててごらん。テントウムシ母さんはじっと子供たちを見ていました。お日様が高く上がるにつれて少しずつ葉の上も明るく暖かくなっていったのです。すると子供たちの羽の色も少しずつ赤く赤くなってきたのです。赤くなるのと一緒に黒い星も浮き出てきました。まあ赤い羽はお日様からもらった色だったのね。テントウムシ母さんは喜びました。丸いピカピカの赤い羽になった子供たちは大きく伸びをしました。そしてすぐにバラの枝の上へ上へと登っていきます。母さん、ありがとう。お日様にもお礼を言ってくるね。もっといっぱいアブラムシのいるところ探しに行くね。子供たちはピカピカの赤い羽をぐんと広げてお日様に向かって飛んでいきました。あらあら、こんなに心配して待っていたのにすぐに飛んでいってしまったわ。テントウムシ母さんは子供たちの赤い羽が青い空に吸い込まれていくように消えていくの
ずっと見ていました。元気に大きく育ってよかった。みんな丸いピカピカの赤い羽になってよかった。テントウムシ母さんはお日様に向かってため息をつきました。横で小さな小さな声がします。テントウムシ母さん、ありがとう。アブラムシをたくさん食べてくれたおかげで私も元気に咲くことができたわ。小さなつぼみだったバラの花はいつの間にか美しい花びらを広げていました。でも最近またアブラムシが増えて困っているの。テントウムシ母さんは急にお腹が空いてきてアブラムシをわしゃわしゃと食べ始めました。あら、いやだ、あの子たちのために残しておいたのに。もうお日様が微笑んで見ていました。夏は始まったばかりです。テントウムシ母さんの憂鬱でした。これで予定をしていた手ぬぐい店でのハーナのお話し会の4つのお話が終わりました。すべて母というテーマで選んだものでした。さて、この最後のテントウムシ母さんの憂鬱、もうね、いただいた時から私このお話大好きで、どういうふうに語ろう、どういうふうに語ったらこのなんていうかしら、この愛情深いテントウムシ母さんの気持ちが伝わるかしらって思って大興奮したんです。もうあの林恵子さんの少しユーモアのある、少しじゃない、ユーモアがあるこの文章力、いつの時もちょっとこうなんだろうな、優しいユーモアがここかしことあるんですね。もう本当に大好きです。そしてお母さんっていつもこうですね、何か心配なんです。それが例えばね、その自分の子供が50、60になってもきっとずっと子供は子供なんですね。で、こんな風に憂鬱になったりね、するんです。で、その憂鬱も突然喜びに変わったりね、それがこう生き生きと描かれていて、なんて素敵なお話をいただけたんだろう。そう思ってこの次はこれを咀嚼したものを完全に自分のものにして皆さんにお目にかかった時にゆっくりきっちりかっちりとお話しさせていただきたいと思います。かっちりはおかしいですね、ごめんなさい。そして今回も幸せの恵み店手ぬぐい作家さんに、あの私のお話し会の時間をご用意していただいて本当にありがたかったです。実は24日の日にね、少しだけお邪魔できたんです。夫がこうかっこよくドライブにでも行くかって言ってくれたので東京までちょっとドライブに行きました。まだね、1日前、緊急事態宣言が出される1日前だったのでね、そしてさっと10分もいたかしら、その時間でね、あの手ぬぐい店にお邪魔しました。そこで2人にお会いして、なんかこうそこの明るさと雰囲気に、ああ私も何かしたい、何かできるかなってまずはそこで思ったんです。そうしたら、あの後で中村幸男さんが、そういえば
ここのチャービーさんとそのギャラリーの住所福住って言うんですって、あの幸福の福に住むって書くんですよ。それでああって思ったんです。幸せの恵みと福の住んでるところに行ってそれをいただいて帰ってきて、どうにかこのお話4つをものすごい下手な MC とともにお届けすることができました。満足ですかって聞かれるとうーんってなってしまいますが、この今もね本当はここの後ろの中庭でお話ししたかったんですが、残念ながら音が取れないということが分かって家の中に入りましたけど、まあそういったこともありますし、ただなんかまた違った雰囲気をの中でお話しできたことは私の中では良かったなって思っています。そして猫たちも参加してくれました。すいません、お話真剣に聞いてたところでんにゃんにゃとかにゃーとかここに来たりとかいろいろありましたが、さてこのコロナの中、もうコロナめって言いながら暮らしていますけど、皆さんもどうかお元気で、何より聞く方がいてくださって私のお話が小さな場でも大きな場でもどこでもここでも存在していけるような気がします。お客様には本当にありがとうございます。それでは本当にお目にかかるまでまだ少しお時間がかかるようですね。ワクチンもまだですし、私はその時までこのお話ですとかまた違うお話を覚えてお目にかかりたいと思います。この度は本当にありがとうございました。